大変です。今度は火災が発生したようです。前方をご覧ください。中野消防少年団員が消火器を持ってきました。町会の方はスタンドパイプを活用して消火する模様です。中野消防少年団は水素ハンドポンプでも消火しようとしています。この火災に消防団の出動命令がかかりました。中野消防団第一分団火災出動命令、木造住宅密集地域火災現場へ出動せよ。以上、中野消防団本部。中野消防団第一分団特快車が出場してきました。防火水槽に基礎し2点延長して消火活動に当たります。木造住宅密集地域では火の回りが早く初期消火では消火できないようです。消防団員が放水をやめ回避するように指示しています。第一分団から中野消防団本部。団本部です。第一分団どうぞ。応援要請、木造住宅密集地域火災現場に火星優勢延焼拡大中のためポンプ3体、防火水槽枯渇のため給水隊1体、どうぞ。団本部、了解。中野消防団第7分団、第8分団、野方消防団第8分団および第6分団、火災応援命令。木造住宅密集地域火災現場へ出場せよ。中野第7分団は中野第1分団への充水活動、中野第8分団は副団長を乗せ現場指揮本部運営、野方第8分団および第6分団は水利が遠いため中継体制を取り活動せよ。なお現場に中野消防署隊ポンプ1隊が消防隊応援班を乗せ出場した。以上、中野消防団本部。中野消防団
第7分団的最初が出場してきました。防火水槽に付属し水がなくなった中野消防団第1分団への送水活動に入ります。中野消防団第8分団的最初が出場してきました。出場した消防隊が多いので、火災現場で指揮を執る団本部の副団長が乗車しています。消防団の現状指揮本部を設置しています。隣接の野方消防団第8分団および第6分団接隊舎が出場してきました。水路が遠い想定ですので、未来による救命隊形による活動を行います。最後に中野消防署隊のポンプ車が出場してきました。運転しているのは消防職員ですが、他の隊員は消防団員や消防隊応援班として乗車しています。消防隊応援班とは、消防職員が参集して体制が整うまでの間、代わりに活動する団員になります。丸山教会はスタンドパーツにより、中野消防少年団も軽波反ポンプ2台により再び放水に加わります。消防団現場指揮本部の命令により延焼措置点が設定され、各隊は一斉送信の準備に入っています。
政ホークスによる火星一挙制圧の準備ができたようです。一斉ホースホース開始。放水やめ。無事炎症拡大を阻止することができました。以上で災害活動を終了いたします。本日特別参加の丸山教会、北中野中学校、中野消防少年団の皆様、本当にありがとうございました。今後も地域の安心安全のため活躍されることを期待いたします。本日はご苦労様でした。今一度皆様拍手をお願いいたします。